こんにちはコストパフォーマンスということで言ったらね私面白いネタを知ってるんですよそれがですね、まあ、婚活をしてもう随分長いことになる女の子なんですけども今36歳ぐらいになってるんですよ。で、あのー、その人に言わせるとね、あのー、婚活パーティーの中で一番コストパフォーマンスがいいのはその回転寿司形式っていうのでなんかその30人対30人の男女がこうやってパンと触れ合ってで対面でお話を1分するんですよ。 1>, で1分間話したら今度1個ずれて次の人と1分話するんですよねで気になった方3名の,その個人カードをこう送ってマッチングしたらどうぞお二人であの過ごしてくださいってやつで片っぽだったらさらに詳しくお互いの情報を交換しましょうみたいな感じで誰ともマッチングしなかったらお疲れ様でしたみたいな感じなんですよ で、えー、いろんな婚活パーティーとか婚活のおそういったねアプリとかあそういったあ婚活の会社とかいっぱい行ったんだけども一番コストパフォーマンスがいいのはこの回転寿司形式だと思うんですよってその人が自信を持ってようようとね語るんですよでそれを聞いてるのが他の婚活したい20代の女の子とかなんですよねでメモを取りながらなるほどって聞いてるんですよでそれを見て思ったのがいや36歳になってコスパがいいはずなのになんでいまだに独り身なのみたいなね でそれをなんか真面目に20代の人がみんんなメモしてるんですよこれは誰がコスパがいいのかなと思っちゃうんですけどね。決してまあバカにするわけじゃないんだけども結果的には客観的には私のこのねあの今回の動画っていうのはそういった女の子たちをバカにしてるように見えると思いますけどもでもどうですかねコスパがいいって言って結局ゼロなわけなんですよ。じゃあコスパは悪くないかみたいなとこですよね。 それだったら逆に一人の人にフォーカスして一点集中した方が良かったのかなと思いますしそういった36歳の人の話を熱心に聞いてメモってる20代は一体どこへ行ここうととしてるのかなな思っちゃわけんですよね、うん、これはあ大きく振り返ってみると、あのー、小学校中学校高校大学と進学してそして就職活動して最も自分があ将来を預けるべき生涯働けるの,の会社いい会社に入りなさいっていうふうな教育はあったと思うんですよ。 別に親からされたわけではないんだけども、先生からされたわけなんだけども、なんとなくそういうふうに、社会の風潮を見ると、受け取れるような、そういったね、根拠がたくさんあったんですよ。結果どうだったかってことですよ。コストパフォーマンス悪かったじゃないかと。大学まで行って奨学金返すのに40代になっちゃったとかね、奨学金破産しちゃったとか、あげくにはなんか気がついたら、一人身で40代になってロスジネって言われてたとかね、人生再設計第一世代とか、ってどういうことだって話ですよね。あと10年経ったらロスジネ世代はもう高齢者60歳ですよ。還暦ですよ。 一体どうしてくれるんだみたいなコストパフォーマンスが悪いということが一体これは誰のせいなんでしょうかいってらっしゃい。